今回はポケモンガオーレウルトラレジェンド第3弾で進化させたいグレードを上げたいポケモンを使って遊んでいきたいと思います。では行ってみましょう。ダイス進化させたいポケモンって今結構いるんですけど、ベベノムとエイフィ、フーディン、ゴースト、この辺りの進化を狙いたいので、とりあえずは強いポケモン続々コースに向かいます。強いポケモン続々コース。ウルトラベースと最近ずっと合ってないんですよね。エルリード出るかな。ミツル君ポケモン、あー出なかった。防御です。グレードアップさせたい。カルーラだ。スポリーターはね確か持ってるはず。行きましょう。とりあえずベベノムフーディーにしました。はい、じゃあこの2体でベベノムもね早くグレード用になってほしいですね。はい、行ってみます。フーディンからどうかな。行きます。サイコキネシス。
ンパンチだ。強いの出します。これ多分倒してしまう。バルーンだから。入んないかな。
15秒あるんで、15秒は大丈夫なんですよね。バロンです。999いくかな。いくいくない行きます。最後3回目欲しい。結構だ。ハイパー狙い。マスターボール2回はさすがに来ないですね。本当モンスターボールだ。何だったんだろう。モンスター、モンスター、マスター、モンスターってすごいことになってる。うわー、どっちも出ますよね。でも会えたからよかった。初めて月光がこのコースで会えましたね。光ってる、光ってるところが欲しいな。光ってないね一番息がいいところにしよう。端っこ、ここ何かな。ハンボード、何か手になったんだ。ダンボロ、ダンボロっているのか。前段で持ってたような気がします。色違いじゃないけど、ランゴロー、マントラポケモン 0.40cm はこれぐらい、これぐらい。 18kg 結構重たい。ちっちゃいんですよね。ということで今回はメガ進化付きのガルーラグレード4ゲットできました。メガトンパンチ持ち、グレードさん持ってましたね。もう自分でも忘れちゃってたんですけど、こっちのガルーラまた扱っていきたいと思います。でまさかのマスターボールがこのタイミングで出るという。月光河の時に出てくれればよかったのに。メガ進化枠だと多分まだ数えるほどしかないので、また捕まえていきたいと思います。いかがだったでしょうか。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。See you!